マカンはドイツの自動車メーカー、ポルシェが製造する高級 SUV である。同社のカイエンよりも一回り小さい車種である。社名のマカンはインドネシア語でトラを意味する。2010年11月、ポルシェはカイエンよりも小型の SUV をケージャンのコードネームで開発中であることを明らかにした。このコードネームはカイエンのジュニアに由来していると考えられる。 2012年2月16日、ポルシェは正式な社名をマカンに決定したと発表した。2013年11月20日、開幕したロサンゼルスオートショー及び東京モーターショーにてマカンは世界初公開された。ヨーロッパでは2014年春から日本では同年後半から販売が開始されている。日本仕様はすべて右ハンドルである。マカンは プラットフォーム及びコンポーネンツの3分の1をアウディ Q 5と共有している。アウディ Q 5と同じ PCD コール112を採用するため、ポルシェの各モデルに共通する PCD コール130の法則から外れる唯一のモデルである。生産はパナメーラやカイエンと同様にライプツ飛行場にて行われる。なお、ポルシェはマカンの生産のために 同工場の拡張工事を行っている。7速 PDK デュアルクラッチトランスミッションオードのみの設定となる。v w 系 m l b プラットフォームを使用しているため構造的には FF ベースの四駆であるが通常走行時は前後比に8と後輪にトルクを配分し加速時は前輪のトルク配分が多くなるように設定されている。また ポルシェで初めて全てのモデルでマニュアルトランスミッションが設定されないモデルとなる。ありがとうございます。